Hi everyone, welcome back to Cafe Scotty. So it's gonna be Japanese edition, so sorry about that. 日本語バージョンです。リップスティックジャングルという番組はご存知でしょうか？ご覧になったことありますでしょうか？ブルークシールズ、キム・レイバー、それからリンジー・プライスですね、出演しています。それと、まあ、80年代の映画とかに、詳しい方は、アンドリュー・マッカーシーとかも出てますし、あと、ワン・トゥ・リー・ヒルとか、にも出てるロバート・バックリーのドラマも出てます。で、キム・レイバーって本当素敵な女優さんですよね。日本にも来てるサードウォッチなんかにも出演されてますし、あと24とかですね、グレーズ・アナトミーなんかにも出てます。で、セックス・アンド・ザ・シティって言ったらもう日本でもすごく有名ですけど、まあ本当に、まあ、素晴らしいと思います。特にこの1番目の映画ですね、これなんかは本当に最高でしたし、テレビを見たことない方も楽しめると思います。で、まあ、一応僕のお気に入りといったらシーズン4、テレビではシーズン4が一番 A 段とか素晴らしかったしいいと思いますけど、テレビシリーズもまあおすすめです。で、こういう系統の、まあ、ロマンティックコメディとか人生もの、フレンドシップものなんかが好きなら、カシミアマフィアなんかも日本に来てるので、まあ、シーズン1しかないですけど本当いいのでよかったらご覧になってください。で、まあ、話戻しますけど、リップスティックジャングル、本当日本にも来てて、もうシーズン2までしかないんですけど、すごくストーリーライン良くて、友達、友情のこと、家族のこと、人生のこと、本当全てについて描いてて素晴らしいです。で、本当リンジー・プライス、ブルック・シールズはもちろん、キム・レイバー の演技も素晴らしいですけど、ある意味セックス・アンド・ザ・シティ以上に素敵です。だからストーリーラインとか素晴らしくって、だからシーズン2で終わったのがもったいないぐらいですね。本当にいい番組になってますので、日本にも来てるのでよかったら全部ご覧になってください。で、サードウォッチですね、今キム・レイバーって言いましたけど、キム・レイバーという女優さんはサードウォッチっていう作品にも出てました。で、本当これも素晴らしい作品で、もう救急もの、まあ、ファイアファイター、消防とかですね、メディカル的なことも描いてます。で、本当に素晴らしい番組なので、まあ、シーズン2までしか、DVD にはまだなってないんですけど、シーズン6までかな、あるので、よかったらご覧になってください。Well, thanks for checking out this out. Hope you guys have a wonderful day and talk to you soon. See you later. Bye. ではまた。